で、ここもちゃんとあのプラダ式というかさ、こんなとこも補強貼るっていうぐらいしっかりちょっと作っていくんで、今回で、こう貼っとったよ、うん、見てこれこれ全部やっていきます、はい、見てください、この今回も完璧にカラーをしたんで、なんと、ね、ここがつながるっていう柄が、こういうあの贅沢な裁断の仕方をしております、If you try to get some sleep
頭の上で、うん、電池なくなったんか思ったわあなたの電池がいやというわけであのキャリーケース見事に、うんリメイク完了しましたということで、はい、どもう完全にもうあ正直死にから全部あれもな、うん、死んだけどどうしようもなかったから、うん、あのうちのやつ使ったけど、うん、ボディから内装に至るまで、うん、で唯一心残りは、うん、この街とこの中の見つけや、うん、あっこがちょっと減り返ししようにしてらもっと綺麗に上がったと思うんですけど、うん、何しあの限られた材料なんで、うん、そこまで取れなかったっていう生地足らなかったな、うん、でもそれ以外は完璧にめっちゃかっこよくなったよ、うん、めっちゃかっこいい。しかもファスナーもちゃんと使ったし、うん、めっちゃ綺麗全部綺麗って言われて、うん、でこれをホームページで、36,800円やったらあかんねんそれ、あ、うん、それ犯罪やね、あ私的利用までやっ何が36,800円、ちょっとうっかりそうだ俺自分のところの商品よりめちゃめちゃ高くて売ってるやんビトンやからビトンやからずっと、うん、ビトンの腐ったもたいそれ親父がよく言うとったわ先入気は腐ったもたいってなんちゃってどつかれてんだ腐っただに誰が食うんじゃっつったら、うん、誰かぐらいで殴られたから今はなき親父にヘリクスこないなっつってまあだけどね、あのこの上じゃないでかいこの材料が取れるハイブランド の, その分解した動画の後には、うん、まあこういった財布とかポーズとか、うん、まあ、いくつかこうリメイクして、まあ、あの皆さん見ていただこうかなって感じで、まあ、あくまであの販売目的ではなく、まあ何ですか指摘利用指摘利用あの、うん、指摘の域がちょっとどこまでかわからんけど、なるほどね、まあ、今後分解して、まあ、こうやってリメイクして、うん、まあ、あの楽しんでいただこうかなって感じで、はい、以上、そんなにさー、はい、さよなら。Don't you agree?